こんにちは、ディーズパルス馬見塚です。新しい BC が届いたので、ちょっと今回はこの紹介をしていこうと思います。で、この袋の中に BCD が入っています。ちょっと出してみますね。こんにちは、ディーズパルス馬見塚です。新しい BC が届いたので、ちょっと今回はこの紹介をしていこうと思います。で、この袋の中に BCD が入っています。ちょっと出してみますね。よいしょ。はい、これが新しい BCD ですね。アクアラングの、アウトローという BC になります。これが、ハーネスと浮力帯で、肩のベルトとお腹のベルトですね。で、これがそれぞれ、単体で売られてたり、するので、サイズの調整が非常に細かくできるようになってます。もっと、ポケットがついてないんですね。本当に必要最低限のものだけ、ついてるような感じなので、非常に軽く、作られてます。これだけでだいたい1キロちょっとぐらい、なので、飛行機乗ったりして、まあ、よく旅行する方なんかには、ぴったりな BC になってます。で、この BC の組み立てを、今回はやっていこうと思っています。はい、じゃあ早速組み立てやっておきます。で、先にですね、このベルトとかについてたタグの方、先に取っちゃいました。じゃあまずはですね、このハーネスを浮力帯の部分につけていくんですけれども、タンクバンドのところにですね、ここに隙間があるので、ベルクロがついているので、ここに通していきます。首の方、こっちにもベルクロがついてるので、ここの、まあ、ここ後でベルト通すんですけど、ここに通していきます。で、ベルクロの方は完全に固定しちゃいますね。で、このバックルの方は、タンクつける方になります。ベルクロ止めてあります。で、ここの、バックルの方、こっちはタンク固定する用のベルトなので、今はつけなくて大丈夫です。さて、あとは、浮力帯のこの、背中のところにですね、穴が2つあるんですけど、ここに、タンク固定する用のベルト、これ通します。はい、これで大丈夫ですね。はい、じゃあ、あとは、肩のベルトを通していきましょう。これが右、こっちが、右肩ですね。このハーネスの方ですね。はい、ここのプラスチックのパーツのところが、ワンタッチではまるようになってます。はい、これで固定されました。この反対側もつけます。
はい、これで OK です。あとはですね、はい、ここの、輪っか、ここにベルトがちょこんと出てるんで、これを、通してくっつけます。これで肩は大丈夫ですね。バックル止めときましょうかね。よいしょ。ほい。あとはお腹ですね。お腹のところにも同じようにプラスチックのパーツがついているので、これにくっつけます。もうこれで完成です。非常にベルトの部分とかかなり細くなってますね。重りを入れるところも、普通の小物入れのポケットもないんでね、本当に必要最低限のものになってます。で、重りウエイトポケットが欲しい方は、ここに、ウエイトポケットをくっつける用の、パーツもついてて、でその、袋の部分も別売りで売られているので、まあ、欲しい方は別途用意するような形になってます。でこの分解も非常に簡単で、マイナスドライバーとか、先の平らなものとかがあれば簡単に外れるようになってます。よいしょ。ここに隙間がありますんでね、平らなものを差し込んで、まあ、中にレバーみたいなのがついてますので、そこを押し込むと簡単に取れるようになってます。よいしょ。はい、はい、こんな感じに簡単に外れるようになってます。はい、というわけで、実際に完成したものを、実際につけてみました。ここら辺のベルトとかも非常に細いので、で膨らみもないんでね、水の抵抗もかなり少ないと思います。と泳ぎやすそうですね。まあ、実際に、使ってみてどうだったかっていうのは、まあ、またおいおい話すことにはなると思うんですけれども、はい、というわけで、新しい BCD、アクアラングのアウトローの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。